こんにちは、高橋真です、パール楽器、75周年おめでとうございます、僕もですね、今からもう40数年前、14歳の時にパールバレンシアを買ってからの、パール楽器愛好家でございます、本当にあの、ね、長いことをあの僕も演奏させていただいてますけども、パール楽器これからね100周年に向けて、まだまだ頑張っていってほしいと思います。僕も愛を続けます。ありがとうございます。おめでとうございます。